石灰海綿綱は海綿動物門に属する動物である。炭酸カルシウムからなる崩壊石や荒れ石でできた骨張りを持つことで知られている。多くの種の骨張りは先端が3つに分かれている。先端が2つや4つに分かれている種もいる。クラスリーナクラスラス石灰海綿綱に属するすべての種は完全に解散で世界中に分布するが、 熱帯の浅い海で見つかることが多い。他の海面と同様、固着性であり、露過接触する。石灰海面綱には、アスコン型、サイコン型、ロイコン型の3種類すべての構造のものが存在する。通常、石灰海面綱は小さく、高さは10センチメートル以下で、色は淡か色である。しかし、鮮やかな色の種も知られている。 石灰海面綱には、花瓶のような円対称の形のものから、細い管の網細工が軍隊を作っているもの、不定形のものまで存在する。骨格は盲状か、蜂の巣状の構造である。海面動物門には一万五千以上の種が存在するが、そのうち四百種が石灰海面綱である。石灰海面綱は、カンブリア紀に初めて現れ、白亜紀に、 最も分布を広げた。近年の分子解析により、独立した門の分類にすべきだとも提案されている。原生種は二つの赤を五つの目に分類される。ありがとうございます。